史の中から、あの人の写真みんな捨ててしまったはずなのに、それはもう刻んでしまっていて、泣き顔か笑い顔かわからない、あの人の思い出に君をどう打って明日から突入する、もうすぐ88夜、もうすぐ暖かくなる、もうすぐ88夜、もうすぐ幸せになる。こんな夜にあの人の電話、遠くで懐かしさが話しかける、本当はあの人に手を引かれ、一緒の人生を歩きたかった、昨日までのあの人を忘れられないのは私の弱さでしょう、幸せになる。写真が決まるようにあの人とのことを色褪せてゆくかしら、もうすぐ88夜、もうすぐ暖かくなる、もうすぐ88夜、もうすぐ幸せになる。